さらに必要は発明の父なり。新製品は多岐に及んだ。ロータスの画期的な新製品、奥様タイヤ交換時のジャッキアップがいらずに、車をここにちょいと乗せればワンタッチでタイヤ交換 OK という、他の中松義郎大先生も驚いたという、この実用新案ロータスのサーフボードスノブ。しかしやはりこれも一過性、紅茶キノコのごとく、フラフープのごとく、人知れず消えていったのであった。